どうしたらいいの、ステイシー。ジェレミーに何したいか聞かれたのにモールへ行くことしか思いつかなかったの。私ってほんと退屈。モールへ行くより楽しいことはいっぱいあるってママは言ってるけど。カフェ、映画館、思いついたところは全部平凡なのよ。何かお決まりのパターンを破るようなことを見つけないと。一緒に探す。このままモールにいる。冷房効いてるし。型破りな子になりたい。型通りの子は嫌よ。周りの人がみんな個性的に見えるわ。自分を変えるのは怖い。だけど頑張らなきゃ。ほんの少しだけでも新しい自分になりたい。習おう野菜料理かファッションコーディネート。瞑想書いてやるわよ編み物。ヨガフラタップマラソン綱渡りも通信講座受けて石鹸作り。ホッピングでジャンプ畑に立って。シギのハンティング抜かりはしない。隙間の時間にドアのデコレーション。髪黒く染めて赤毛に戻す。ファニーを捕まえてスーツケースにして。タンジェリン向きつつ袋飛び競争。ライオン調教オンラインゲームチャンピオン目指しトークショーに出演。妖精の衣装でイエーイ。型破りな子になる。みんなの注目浴びる。見ていてね。あたしは変わる。